ホセアルベルト・デ・ポーラ、カルモナは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ州サント・ドミンゴノルテシビジャメジャ出身の、プロ野球選手。左投げ右打ち。CPBL の中心兄弟所属。登録名は、イサオホヘシャゲ。2006年11月1日にサンディエゴ・パドレスと、契約。2007年、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・パドレスで、プロデビュー。14試合に登板し、 2勝5敗、防御率2.44だった。2008年は、ルーキー級アリゾナリーグパドレスで13試合に、登板し、4勝3敗、防御率3.57だった。2009年は、A-9、ユージーンエメラルズで2試合に登板し、1勝0敗、防御率2.79だった。2010年は、A 級フォートウェインティンキャップスで20試合に登板し、八勝五敗、 防御率3.27だった。2011年は AA 級レイクエルシノアストームで26試合に登板し10勝5敗防御率5.22だった。オフの11月18日にパドレスとメジャー契約を結び40人枠入りした。2012年3月8日にパドレスと1年契約に合意。3月15日に AA 級サンアントニオミッションズへ移動した。 その後就労ビザを取得できず、4月4日に制限リスト入りした。結局この年はプレイしなかった。2013年3月9日にパドレスと1年契約に合意、3月10日に AA 級サンアントニオへ移動した。この年は AA 級サンアントニオで14試合に登板し、4勝6敗、防御率3.86だった。2013年11月20日に、 ウェーバーでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。2014年3月4日にジャイアンツと1年契約に合意。3月12日にトリプル A 級フレズノグリズリーズへ移動した。トリプル A 級フレズノでは16試合に登板し、4勝3敗、1セーブ、防御率4.21だった。7月23日に副社筋を故障し、7月25日にディフェとなった後、 31日に放出された。8月4日に、ジャイアンツとマイナー契約で再契約した。契約後は7日間の故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。オフの11月8日に FA となった。2014年11月12日に、ニューヨークヤンキースと51万ドルの1年契約を結んだ。2015年3月19日に、トリプル A 級。 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースへ移動したが、前年の肩の故障で7日間の故障者リスト入りとなった。6月2日に故障者リストから外れ、同日のポータケットレッドソックス戦でようやく初登板し、先発として3試合に登板。2勝0敗、防御率1.53の高騰を見せ、6月17日にメジャー初昇格を果たした。 6月21日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。6回途中から登板して3.1回を1、失点だった。6月24日にイバンノバが故障者リストから復帰したため、ディエフェとなり、6月26日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリーへ降格した。降格後は3試合に登板したが、0勝3敗、防御率11.70と打ち込まれた。 7月10日に再び7日間の故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。メジャー1年目となったこの年は、1試合の当番にとどまった。2017年3月31日に、日本の独立リーグである、ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズへ入団。6月13日に自由契約となり、退団した。2018年5月4日にメキシカンリーグの、 モンテレー・サルタンズと契約した。2020年から c p b l の中心兄弟に所属することが決まった。2020年は自身5連敗中で迎えた6登板目となる5月16日の統一ライオンズ戦で7回1点12、脱三振と高頭し来大初勝利を挙げた。上半期優勝マジック1で迎えた7月14日の統一ライオンズ戦では、 9回1失点で、関東勝利を果たし、同上げ投手となった。同月には4勝0敗、防御率1.91を記録し、月間 MVP に輝いた。8月7日の楽天モンキーズ戦で7回途中3、失点で敗戦投手となり、5月16日から続いていた、自身の連勝が急でストップした。その後は再び勝ち星を重ね、最終的には16勝。 防御率3.20を記録し最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最優秀選手、ベストナインを獲得するなど、タイトルを総なめした。2021年3月13日の統一、ライオンズ戦で開幕投手を務めるも、4回途中3失点で、勝敗がつかなかった。4月には5勝、防御率0.69をマークし、 自身2度目の月間 MVP に選出された。8月17日の楽天モンキーズ戦では6回から4イニングを投げ、無失点に抑え、同上げ投手となった。ありがとうございます。